ヘチマの木、山本周五郎、一。ふさ郎が腰をかけたとき、すぐ向かうにいたその男は、味の塩焼きを食べながら酒を飲んでいた。ふさ郎は酒を注文し、魚入らないと言った。膨れたような顔の子女は、軽蔑したような声で、酒一本、魚入らないとさ、と当てつけがましい声で怒鳴った。ふさ郎は慣れているらしく、 知らん顔をして、その男はちょっとこっちを見た後、骨までしゃぶった塩焼きの皿を押しやり、芋汁をくれと言った。その、沢も、という店は小さかった。客が10人も入れるかどうか、まだ木口は新しいが、全体にひどく気取った作りになっていた。給仕は二人の子女で、どちらも田舎でだろう。化粧をしていないのは当然だが、手足も真っ黒だし、 赤ちゃけた髪もボサボサ、動作も荒っぽいという、まるで野放しの小熊見たような小娘たちであった。年に一度か二度残ったが、脇の方の半台で職人風の中年の男二人が飲みながら話していた。ついこの間またやりあがった、ちっとばかりならいいが、敷布団から畳まで濡らしちゃってるんだ。富坊はまだ五つだったろう、と相手の男が聞いた。 今年で6つだ、とこちらの男が言った。6つにもなるのにおねしょじゃあ済まされねえ。その布団を背負わせて、町内を3遍回って来いと突き出してやった。俺にも覚えがあら、嫌なもんだったぜ、みんなには見られるし、笑うやつもあるしな、富坊もさぞ辛かったろう。どうだかな、とこちらの男が言った。町内を回って来いと言ったのに、 やろう、そのまんま神田まで行っちまった。相手の男は聞き違えたと思ったように、どこだって、と反問した。神田よ、神田の他長まで行っちまったんだ。だって、と相手の男が言った。おめえのうちは川向こうだろう。川向こうも川向こう、亀戸の先よ。へえ、そいつは驚きだな。驚きどころじゃあねえや、俺が長場から帰ると、 町内は迷子探しの大騒ぎよ。房次郎はゆっくり酒をすすりながら、二人の会話を聞いて思わず微笑まし、同時にすぐ向かうにいる男を司祭に眺めていた。男の年は三十万五十六、中肉中背の平凡な体つきだが、焦げ茶色の乾いた肌とよく動く落ちくぼんだ目つき、そしてそこだけ際立って赤い唇などが、何という理由もなく、 ふさ郎の心を引きつけた。芋汁というのは、とろろ汁の中へ何か白身の魚と青いものが入っているらしく、男はその汁で酒を一本飲み、ついで酒とうま煮を注文した。他町の自信番で張り紙を出しているのを、町内の人が見つけてくれたのは、そのあくる日のことさ。懲りたのは親の方ってわけか。見事にしっぺ返しをくらったようなものさ。 房次郎はまた微笑まし、けれどもすぐに眉をしかめた。その子は町内の人たち総出で探し出された。俺のうちはどうだろう、父や母や兄や姉たちは、俺を探しているだろうか。いや、そうではあるまい、おそらく厄介払いをしたと、ほっとしていることだろう、と彼は思った。おい、おちょぼ、と前にいる男が子女を呼んだ。 そこにいるおちょぼ、聞こえないのか。指を刺された子女はむっとしたように、頬をふくらせてこっちへ来ながら、自分の名はおつゆで、おちょぼなんていうへんてこなものではない、と抗議した。おつゆだって、と男はよく動く目でじっと子女を見つめながら、歯を見せて声を出さずに笑った。悪かったな、ずいぶん丈夫そうなおつゆさんだ、お通じはきちんとあるかい。 房次郎は危なく吹き出しそうになった。わかんねこというお客だよ、この人、とその子女は言った。要はなんだね。酒と刺身だ、と男は言った。刺身はマグロの中トロだよ。おかしな注文をするな、と房次郎は思った。味の塩焼きの次に芋汁、そして馬ま煮の後で刺身とは、順序が逆のようじゃないか。人によって好みはあるが、 四番目に刺身というのは珍しい。そんなことを知らない男とは見えないし、とすれば、ことによると何かあるな、と房次郎は直感した。その直感は外れなかった。脇の反対で飲んでいた二人が、感情を払って出て行くとすぐ、刺身を二十三切れたベタ前の男が、大きな声で小女を呼んだ。そこのおちょぼ、と男は言った。ちょっといたまえを呼んでくれ。 私の名はおつまっていうです、とその子女は言った。何の用ですか板前を呼んで来いと言ってるんだ。旦那は忙しくって、今手が離せねえです。要は何ですか旦那なんて誰が言った、板前だよ、板前、と男は言った。この刺身を作った板前を呼べと言ってるんだ。それが旦那です。うちじゃ焼くのも煮るのも、 刺身を作るのもみんな旦那さんがやるです。何のようですか。その旦那を呼べっていう要うさおっと、男は片手を挙げた。忙しくって手が離せねえとは言わせねえぞ、客は俺とこちらの二人っきりだからな、分かったか。小さな店だから、男の声は板映えつつ抜けである。小女が行くまでもなく、肩出す気をした四十絡みの男がこっちへ出てきた。 あっしをお呼びですかああ、お前3回、この店の旦那で板前さんて絵のはええ、あっしがこの店の主で板前をしています。じゃあこの刺身を食べてみてくれ。何かお気に入りませんか食べてみろよ、と男は刺身皿を押し合った。おめえも包丁を握る商売なら、包丁をどう使うかぐらいは知ってるだろう。まあ食べてみろよ、かなっくせえから。 旦那はドキッとしたようであった。男は右の肘を反対につき、頬杖をしながら、そのよく動く目をギロリと光らせた。お前さんは問いだまんまの包丁を使った、と男はねっちりした口ぶりで言った。問いだ包丁は水でさらし上げてから使うものだろう。水でさらさずに使えばかなっけがつく。そのくれイなことを知らねえはずはねえと思うんだが、どうだい。合図みません。 親方、主は肩たすきを外してお辞儀をした。人手がねえもんで、ついぞロっぺいなことをいたしまして。ちょっと待った、と男は遮って言った。人手がなくって客に金くせえ刺身を食わせるくれえなら、店を閉めたらどうだ。おいでなすったな、とふさじろうは思った。ほらあな、曝露町の文化堂っていう瓦版屋の、木内王国ってえものだ、と男は言った。 近藤地から、評判のいい子料理飲み屋の番付を出すことになった。この沢市定店はうまいものを食わせると聞いたから、それで試しに寄ってみたんだ。誠に合図みません。と主は続けさまにお辞儀をし、頭の後ろを書いた。こんなしくじりは初めてでして、いつもお客様には喜んでいただいているんですが。もういい、感情をしてくれ。いいえとんでもない。 お気に入らないものを差し上げて、あっしの方からお詫びをしなくちゃなりません。よしてくれ、と男は高い声を出した。オラー感情を踏み倒す気で文句を言ったんじゃねえぜ、この差は茂の名を思えばこそ。まあ親方、途中土島の女が出てきた、このうちの主婦だろう、小さな紙包みを持っていて、それを素早く男のたもとに入れた。 どうか親方、お勘定の心配なんぞなさらないで、いつでもお好きな時にいらしてください、その代わり、と言って彼女は愛想笑いをした。河原番の方はよろしくお願いいたします。親方、ふさ次郎が呼びかけた。いや、お前さんだよ、文化堂の親方、木内桜谷さんと書いたね。男はぎょっとしたように振り返った。沢茂る。 は日本橋小網町にあり、木内という男は暮れかけた町をニーボリの方へ歩いていた。道には往来する人が多く、房次郎の声に振り返る者もいた。なんだおめえは、と木内は落ちくぼんだ目で房次郎の全身を見上げ見下ろした。おおおめえ沢茂であったっけ。まあ、歩きましょう、と房次郎は男の背に手をかけていった。人立ちがしますからね。 何のようだ。おつまさんの言うようなことはよしにしましょうや、親方。慣れ慣れしいやつだな、一定応名は誰だ。名はふさじろう、ふさって呼んでくれればいい、と彼は言った。今の店のお芝居は面白かった、たっぷり見せてもらったぜ、親方。芝居たあなん残った。歩こう、とふさじろうが言った。暴露帳とは方角が違うんじゃねえかな、親方。 いちいち親方、親方って言うなよ、何が言いてえんだ。まあそう、関名さんな、オラーおめえを他人とは思えなくなった、これからよろしく頼むぜ。何をよろしく頼むんだ。とぼけなさんな、今の騒重の口さ、房次郎は低く笑った。瓦版屋で小料理飲み屋の番付を作る、そのために評判のいい店を試しに回ってる、なんざあ泣かせるセリフだぜ。 だがなあ、親方、刺身が金せえなんていうところは河原版屋じゃねえな、お前さんはどこかれッキとした料理屋の板前だろう。木内桜谷は笑い出した。呉れ方の町の、往来する人たちが振り向いて見るほど、大きな笑い声であった。じ、これが俺のねぐらよ、と木内は言った。飲むか、若いの。焼酎はダメだ。 房次郎は自分のお首の酒臭さに眉をしかめた。酒ももうたくさんだ。お前さんを武家だね。そんなことはどっちでもいいじゃねえか、民足だろうとカゴカキだろうと、人間が人間だということには変わりはねえさ。四畳半と六畳の裏長屋のその住居には、火のない長火鉢と小さな茶ダンス、そして竹氷が一つしかなかった。 それらは小道具屋から買ったものらしく、長火鉢も茶、ダンスも小葉が欠けたり、板にひびが行ったりして、竹氷などは四隅が破れていた。しかし文化堂へ勤めるとなると、時内は湯飲み茶碗で焼酎をすすりながら言った。人別だけははっきりしなくちゃならねえからな。そいつはトんだヘチマの木だ。ヘチマがどうだって。こっちのことさ、とふさ次郎は言った。 姓は池原、名は房次郎、年う、は23歳。池原は1200石の旗本で、屋敷は芝の桜田工事。俺は産卵で養子にやられようとしたので、家出をしてきたというところだ。このくらいでいいかい、親方。それに嘘がなければな、と言いかけて、木内は目を見張った。1200石の旗本ですって。俺のじゃあねえ、家に着いた国高だ,だぜ。 だって、坊さん、戦国以上って言えば五体心じゃありませんか。内緒は日の車さ、俺の婿縁組も先方ジャーキ金が目当てなんだ、へ、っ、房じ郎は肩をすくめた。俺だって男だ、持参金なんぞしょっておめおめと婿に行けるかい、そうだろう木内さん。親方とか木内さんとか呼ばれるたびに、桜谷はくすぐったいような、また誇らしげな気持ちになるらしい。 よく動く目を細めたり、シワのある小さな顔を撫でたり、口をすぼめたり、ムクロ全体で貧乏ゆすりをしたりした。もってえねえような話だが、気持ちはよくわかりますよ、と木内は言った。明日すぐに文化堂へ行きましょう。今ちょうど手不足だし、まず断られるようなことはねえと思います。もちろんお前さん、この方はできるだろうね。 木内桜田には何か書くような手真似をした。寄せ合い、と房次郎が答えた。松へ行こうじゃあ松室姉妹のマナ弟子だったんだぜ。学問と河原版とはまるで違うんだが、まあいいでしょう。文化堂の親父にはまた親父の思案があるでしょうから、時にねぐらだが。ほら、ここでもいいぜ。野郎二人はいけねえ、木内は手を振った。 一人で文字が湧くっていうのに、二人じゃあ手に負えねえや、文化道でよしと決まったら俺が探してやるよ。やっぱりおめえは他人た思えねえ、頼むよ親方。少しだが金なら持ってると、坊次郎が言い,い、木内桜谷は今夜一晩は泊まってゆくようにと言った。暴露町三丁目の文化道は、道を隔てた向かうに軍隊屋敷があり、 土手には松林が茂ってい、その土手囲いの中に池でもあるのか、何かの水鳥の鳴き交わす声や、飛び立ったり舞い降りたりするのが見えた。文化堂は土蔵造りの2階建てで、下では絵蔵紙と書き拍子、人情本、それに駄菓子などまで売って、蝶場合紙の中にはいつも、主婦のお袖がでんと座っていた。後で分かったことだが、絵蔵紙も人情本など、 皆よそですって売れなくなった半木を安く買い、特に奇病子や人情本は題名と作者名を変えて、審判物のように見せかけた本ばかりであった。その店はおかつという25になる女中と主婦の二人でやっていた。おかつは背丈も高く、器量もいい方だが、どもりで暇もなくお袖にあごで使われながら、しょっちゅうビクビクしていた。お袖の年は30万89。 大きなムで、立ったり歩いたりすると、床がミシミシなるくらいであった。そのくせ顔は狐のように細く骨張っていて、人間どもは皆敵だとでも言うように、尖った三白眼で油断なくあたりをねめ回しているし、物を言う言葉は一言一言が棘を持っていて、相手に突き刺さるように感じられた。この店はあの目ギツネのものなんだ、と木内桜谷が房次郎に囁いた。 前の亭主が米相場をやっていて、死ぬ間際にドカッと儲けたらしい。その金を目当てに、あのちょびひげが取り入ってものにし、この文化堂を始めたんだそうだ。房次郎が言った。世の中には水凶な人間がいるもんだな。し、聞こえるぜ、と木内が言った。今で言えば編集部というのだろう。二階の往来に面した方に、八丁二つをぶち抜いた部屋があり、 古机が五つ、一方は記事を書く部屋、一方には絵描きやすり師や、半木彫りの職人たちがいた。絵描きの常さん、半木彫りの原産は、共に五重絡みで共に独身、いつも。この世界がひっくり返ればいい、とでも言い,いたげな、渋い顔をして、どちらも、自分は江戸一番の職人だ、という自信をむくろいっぱいに詰め込んでいるように見えた。 すりしの松山は三重そこそこで、痩せ型の美男であり、もう妻と三人の子持ちだということであった。彼は腰が低く、無口で人と話すようなことはほとんどない。京橋二丁目にある高文堂で、戸外からすりしを仕込まれたが、今の女房と一緒になるとき、公文堂の主人夫妻と何か揉め事があり、江戸では表向き。 一流の職にはつけないような処分を受けたのだそうであった。記地屋は3人、北に桜署、木内桜谷、木原桜水という。桜所は品のいい磯を、桜水は背丈が低く超えていて、年は20万56だろう。いつもニコニコと愛想がよく、主婦のおそでもこの男だけには甘ったるいような声で話しかけるようであった。 あのメギツネは平行とできてるんだ、と木内が房次郎に耳打ちをした。木原桜水なんて名乗ってるが、本当は大工のせがれで平時って言うのさ、時々メギツネのご機嫌をとって、うまく小遣いをせしめているらしい。いくらなんだってあんな女に、へえ、と房次郎は言った。それが本当なら飛んだヘチマの木だぜ。 そして主人の西川綾香は三十万四十五歳、背丈は五尺そこそこだし、痩せていて落ち着きがなく、鼻の下にちょびひげを立てていた。いつもちょこちょこと動き回っている様子も、小さな目鼻立ちも、そのキーキー声やちょびひげまで、ネズミそっくりに見えた。背屋坂というのが口癖であり、江戸弁は荒っぽいから、商売には髪型なまりに限る。 というのがその主張であった。備えに感情や感情やと言われてもな、といつか半ギ屋が感情取りに来たときに、彼がキーキー声で言うのを房次郎は聞いた。こっちゃも商売やよってに、安も儲からんことには払いやしまえんがな。木地部屋は北向きで、薄暗く、湿っぽく、九月に入るともう隙間風が寒かった。瓦版は大抵一枚ずりだが、 時に三枚閉じ五枚閉じのこともあった。閉じの多い時は小説風のこしらえ記事で赤絵を使った輪印のような内容のものが多かった。売り子林の若いもので常連になっているのが七人、一枚売ればいくらという不愛性であるが記事の種を持ってこれば相当な手間賃になるようで彼らの他にも火事とか落雷とか 心中、障害などの早記事を持ち込む者が幾人書いた。房次郎は小船町に部屋を借りた。木内桜谷が探してくれたもので、女一人の御家暮らしであるが、仕立て物を教えていて、二十人近い娘たちが毎日通ってきた。女主人のおるいはむくろこそ小柄だが、ちょっと珍しいほど伸び棒で、細表の顔やむくろ付きが調和が取れているため、 すらっとして背丈が高いように見えた。木内桜谷は自分で世話をしたのに、おるいの美貌に気づかなかったのか、半月ばかりすると、しきりに房次郎に絡み出した。房やん、もうあのご家さんとできたんじゃねえのか。なんだい、そのご家さんてえのは。小船町のおるいさんよ、しらばっくれたってだめだぜ。房次郎はくすっと笑った。初めて聞くなだが、 俺が部屋を借りてる、うちのばあさんのことかい。ばあさんだって。よくは知らねえが、もう30万45になるんだろう。俺にゃお袋みてえなもんだ。文化堂の隣町、ク露町二丁目の横丁に、トンビという小さな店がある。五十くらいの夫婦だけでやって、店構えも器物も下田屋風だし、魚も三品より多くはできないけれども、 酒だけは新川から直に取るそうで、それを自慢にしていた。見つけたのは房次郎で、帰りには一日おきくらいに、木内を誘って飲みに寄った。おふくろか、と桜田には酒をすすりながら、渋い顔をした。そういうことを聞くと、自分の年を思い出すよ。そんなことよりも、と房次郎が言った。 あの木屋桜書と木原桜水の二人は何者だい木内さんと俺は朝から夕方までずっと記事部屋に詰めっきりであることないこと書き同士に書いてるのにあの二人は好きな時に顔を出してちょっとした短い記事を放り込んで勝手にさっさと帰っちまうあれはどういうことなんだい木内さん二人は掛け持ちなんだと木内が言った瓦番屋を幾の木か掛け持ちにしていて 生地によって高く買う店と安く買う店をうまくこなしてるのさ。文化堂へ持ってくるのは安い方の口だが、その代わり俺たちは外回りをしなくっても済むってえわけさ。だって売り子が生地の種を持ってくるじゃねえか。生地の取り方が違うんだよ、と木内が言った。ふさやんが今日書いた深川の親子真珠だって。まあいいや、そのうちにわかってくるさ。 だろうさ、とふさ郎がやけになったような口ぶりで言った。人間と死を取ればいろんなことがわかってくる、わかるに従って世の中がどんなにいやらしいか、人間がどんなに惨めなものか、ってことがはっきりするばかりだ。生きてくってことは冗談ごとじゃあねえからな。下にもっとも、と言ってふさ郎は、空になった間独りを取って振った。親父、酒だ。だめです。 ととんびのあるはかたくなに言い返した。うちは酒を味わってもらう点で、酔っ払うために飲ませるんじゃねえんだから。付け板の周りには他に二人、おも者らしい中年の男が、この店の神さんの尺でひっそりと飲んでいた。房次郎は愛そのない亭主の言葉にむっとした。仮にも商売をしているのに、そんな客を突き飛ばすような挨拶はないだろう。 と思ったのであるが、他の二人の客のことを考えて、尋常に頭を下げた。これもげにもっとも、と房次郎は言った。感情をしてもらおうか。房次郎はドキッとし、坊主枕から頭をもたげた。暗くしてある安闘のほのかな光で、自分の横に女が寝て、裸の足と手が自分のむくろに絡みついているのに気づいた。おい。 起きてくれ、と彼は女の肩を揺り動かした。ここはどこだ、お前は誰だ。女は房次郎にしがみつき、その胸に顔をすり寄せながら、黙って眠って、と囁いた。そのまま眠ってちょうだい、あたしすぐに向かうへ行くから、と付け加えた。彼はまたそのまま眠ってしまった。明る朝、文化堂の木地部屋で、房次郎は青い顔をして、水ばかり飲んでいた。 二日酔いかい、と木内桜谷がニヤニヤしながら言った。ふさやんはあまり強くはないんだな。ゆうべはどのくらい飲んだのかな。俺の知っている限りじゃあ二号とちょっとだったぜ、その後は知らねえがね。うーん、ふさ次郎はうなった。どこで別れたのかね。お前さんは無茶だよ、木内はせっせと筆を動かしながら言った。いっぱい飲むとすぐにどこか平行 と言って聞かねえんだ、五軒か六軒回ったかな、こっちが疲れちまって、小阿弥町で別れたよ。房次郎はぎょっとしたように振り向いた。小阿弥町だって、まさかさは茂じゃあねえだろうな。それがさは茂さ。冗談じゃねえぜ。どうしても行くんだって聞かねえんだ、今度は俺が刺身の金っけを試してやるんだってな。冗談じゃねえ、そうけたつぜ。房次郎は首をすくめた。 それで刺身を食ったのか。何にも食わなかったよ。木内はまたにやっと笑った。五つ品ぐらい注文したかな。みんな箸でつつくだけで、何か文句ばかり言っていたようだぜ。ぞっとするね。ひでえもんだ。オラ本当は酒はダメなんだ。向こうの縁談が始まってから、焼けクソになって飲み出したんだが、酒好きで五つも飲めばぶっ倒れる方さ。 と言って房次郎は探るように木内を見た。それで、ゆうべ別れるときに、まっすぐ小船町へ帰るようだったかい。どうだったかな、俺も酔ってたから覚えちゃあいねえが。その時、廊下を隔てた裏座敷で、ひいという主婦の叫び声が聞こえた。そこは主人夫妻の寝る八丁で、主婦のお袖がそういう声を出すときは、決まってやきもちゲンであり。 主人の西川文化はすぐさまきじべやの方へ逃げてくるのが決まりだった。体力でも腕力でも、そして弁絶においても、文化は到底女房に対抗することはできなかったからである。文化はね、坊やん、と気打ちが囁いた。あのちょびひげでめぎつねを垂らし込んだのさ、もちろん金が目当てでね。ところが、ちょびひげはあのめぎつねを垂らす役に立っただけで、 めぎつねは財布の紐をがっちり握ったままだし、今のように喧嘩となると、三文の役にも立たねえ、哀れなちょびひげさ。記事はまだかい、と隣から堀氏の原産が呼びかけた。こっちは手を開けて待ってるんだぜ。まだ新しいのはねえな、と木内が大きな声で答えた。昨日の深川真珠でも増しずりをしていてもらおうか。なんだい あんな滑ったあまになんぞ騙されやがって、と裏の八丁からお袖の叫び声と、頬でも叩くような音が聞こえた。あたいの財布からくすねてった二部もあのクソあまにやったんだろ、すぐに返せ、今すぐにここで返しやがれ、このトンマのアスタリスクアスタリスク野郎のひょっとこのおたんこなすめ。また頬でも叩くような音と、懸命になだめようとする文化の低い優しげな声が聞こえた。 さあ、ここいらで触りを入れるかな、木内桜谷は休みなく筆を動かしながら言った。うんすんかるただ、うんすんかるただ。彼はよく書いた。一生どくりを机の脇に置いて、冷やのまま湯飲みに注ぎ、それをすすりながら、朝から夕方まで、一人ごとをつぶやいたり、にやにや笑ったりしながら、柿に書きまくった。文化堂でいう早生地。 今で言う速報というようなものはもちろん、芝居の評判機とか、役者と夫人たちとの常時、言うまでもなくデタラメなごしらえ記事だし、内容は思い切って下品なものであり、表現はそのままワ Y 本と言っていいものであった。また、うんすんかるたかい、時々堀市の原さんが言った。こう型が決まっちゃう面白くもおかしくもねえぜ、木内さんもたまにあ変わった女と寝てみるんだな。 原産とは歳が違うからな、木内は顔をくしゃくしゃにし、口だけは負けずにやり返す。そのうちにだんだん勉強するつもりだけれど、そんなに変わった女がいたら教えてもらいてえな。オラー35の歳から女は断ってるんだ、と原産は半疑に向かいながら言った。しかし女ってやつは一人として似たものはいなかった。顔形はもちろん、あの方の好みだって。 体の具合だって、声の出し方だって、みんなそれぞれに違うんだ。お前さんの書くものは引き写しで、生きた女は一人も出ちゃうこねえ。これじゃあいくら安出のは印だって売れや足ねえぜ。35から女を断ったって、どうして大原産、木内は筆を動かしながら、それとなく話を変えた。何か曰くがありそうじゃねえか。弁慶は一遍きりで女を断った。 っていう話を聞いたことはねえかい。オラーゲンさんのことを聞いてるんだ。てめえの残悔話をするほどボケちゃあいねえよ。裏座敷の喧嘩は収まったらしく、お袖の花にかかった、あまだるいようなうめき声が途切れ途切れに聞こえてきた。間もなく木や桜書が現れ、品のいい声と身振りで、一と綴りの記事を木内桜谷に渡し、いい瓦版になりますよと言って、 いかにも品のいい身振りで去っていった。昨夜はどこで泊まったんだろう、と房次郎は思いあぐねていた。あの女は誰だったんだろう、沢茂で木内と別れたとすると、中、新吉原はもちろん知らねえし、女と寝るような場所へは近寄ったこともねえんだからな。女中のおかつが昼飯を告げに来たとき、ふ郎は。よかったらお前さんが食べてくれ。 俺は何にも欲しくはないと言った。絵描きの常さんも堀市の玄さんも、そしてすり市の松屋も木内桜谷まで、みんな弁当持ちで通ってくるが、房次郎だけは近所の弁当屋から昼飯をとっていた。ほんとかね、と女中のおかつは赤くなってどもりながら聞き返し、本当に食べていいと知ると、顔中崩して嬉しそうに微笑まし、ありがとうと、どもりどもりお辞儀をした。 このうちじゃあろくなものは食わせないんだ、と木内が言った。一年中麦飯に漬物、十五日と味噌かに味噌汁が一杯、その時は汁の中の身を皿に取ったのがおかずで、他には漬物も食べさせねえそうだ。夫婦も同じなのかね。めぎつねのその日の機嫌によるそうだ。嘘のような話だな、と言ってふさ郎は首を振った。その記事、手伝おうか。無理だな、 木内は弁当の包みを開きながら言った。真男の現場を押さえた亭主が、女房と男を傍聴で切ったという話だからな、気分が治ったら写し物を続けてればいいよ。房次郎は文化堂へ入ってからずっと、金垣女手遺金という写し物をしていた。原本は高名な漢学者で、現代を、啓蒙女手金、と言い,い、広く読まれている評判の本であった。 その文章を少しずつ変え、金書きにして売ろうというのである。つまり偽書きを作るわけで、ふ次郎は一字書くごとに、恥ずかしさで汗をかく思いだった。商売だよ、商売、と木内桜谷は慰めてくれた。人間生きてゆくためにゃ、どんな恥ずかしいことも忍ばなくちゃならねえ時がある、気にしなさんな、そのうちになれるさ。し、 そんなとこへ寝ちゃだめよ。風邪をひくじゃないの。起きてよ池さん。おめえ誰だと房次郎が言った。ここは一定どこだあんたの部屋のあるうちじゃないの。小船町よ。房次郎は頭をもたげておるいを見、ああ、あんたかと言ってまた目をつむり、畳の上で仰向けに寝返った。だめねえ、飲めもしないくせに、おるいは立って行き、坊主枕とかい巻きを持ってきて、 房次郎に枕をさせ、買い巻きをかけてやった。苦しいんじゃないの、水を持ってこましょうか。房次郎には聞こえなかったらしい。いっそ小じ期にでもなればよかった、とつぶやき、買い巻きの中へ顔を隠した。どうして自分の部屋へ入ったか、房次郎には全く覚えがなかった。肩を揺すられて目を覚ますと、枕元におるいがいて、湯飲み茶碗を彼にすすめた。 これを飲んで、とおるいは言った。嫌だろうけれど、二日酔いには迎え酒が一番効くんですって、鼻を摘んでもいいから飲んでごらんなさい。ふさじろうは起き直って、その湯飲みを受け取ったが、缶をした酒の匂いを嗅ぐなり、胸がむかむかし、危なくおうとしそうになったので、顔を背けながらおるいに返した。それじゃあ今日は休んでゆっくり寝ていらっしゃい。そうします。 ふさじろうは横になりながら言った。誰か人を頼んで文化堂へそう届けさせてくれませんか。いいじゃないの、そんなこと、おるいは掛けやぐを直してやりながら言った。案内やらしいお店なんかやめておしまいなさいよ。やめてどうします。昨夜は小じになればよかったっておっしゃってたわ、とおるいが言った。その気にさえなれば、あなたは何をなすっても、 きっと人の頭に立つ仕事をものになさるわ。そんなものにはなりたくないな、山へでも入っちまいたいよ。何言ってるの、まだ世の中を覗いたばかりの若いくせに、さあ人眠りなさい、おるいは掛けやぐを直していった。そうすればまた元気が出ますよ。ふさじろうはすぐに眠った。ほんのちょっと眠ったような気持ちだったが、人の話し声を聞いて目を覚ますと、 安んに火が入って、その脇の膳に向かって、木内桜谷が酒を飲んでいた。房次郎が声をかけると、木内はよく動く目を細め、顔をくしゃくしゃにして笑った。朝このうちから使いが来たんでね、どんな様子か見に寄ったんだ。そんな心配はいらなかったのに。昨夜が昨夜だからな。と言うと、何かあったのかい。忘れちまったのか。 と木内はうまそうに酒をすすっていった。今月から手当を決めてくれって、ちょびひげに断じ込んだんだよ。ああと言って、ふさじろうは顔をしかめた。ちょびひげとの問答を思い出したのである。雇われてから薬師とか、見習いということで、これまで一銭の手当もなかった。桜田工事の家から持ってきた金も残り少なくなったので、思い切って文化に申し込みんだ。 ふさ郎より三頭以上も背丈の低い文化は、ちょびヒゲをなでながら、幾度も咳をした。手当てや手当てや言うても、こっちゃも商売やよってにな、と文化は例の決まり文句を言った。本当花、生地やというものは、店から手当てをもらうより、生地の種を金にするものと決まったもんやがな。生地の種を金にするとは、どういうことです 桜谷藩に聞いてみなはれ、と言って文化は三角の小さな目を皮肉に細めた。それにな、弁当屋から弁当を取って食べるような結構な身分で、銭金のことを言うなんて似合いまへんで。その時房次郎は、ちょびひげを殴りつけたくなったが、急に自分が恥ずかしくなり、文化の前から引き下がった。こんな癒しい写し物などをして、給銀をもらおうなどと思った自分が、 何とも浅ましく感じられたからである。木内さんあれを聞いていたのかい。だから酒を付き合ったのさ、と木内は言った。あんたはいつかのようにはしご酒で、俺は泥棒になりてえって、大きな声で言い続けていたよ。その気持ちはよくわかる。だが世間というものは、きれいごとだけで生きてゆけるものではない。瓦番屋は随分あるが、 ごまかしでない、本当の記事で売れている店はごくわずかなものだ。あとは大なり小なり悪質な、こしらえ話か事実無根の悪どい記事で、ようやく生計を立てている、というのが大多分なのだ。その中で文化堂が一応点を張っているのは、お袖が金を持っていること、家作も実験ばかりあるし、どうやら小金貸しもやっているらしいからで、それでなければ古藩儀の開版や、 は、印を売るぐらいでは、到底やっては行けないだろう、と木内桜田には言った。俺だって、今のような仕事をしているのは恥ずかしいよ、木内は酒をすすり、頭を垂れた。自慢にゃーならねえだろうが、坊やんの年頃には、俺は芝居の作者になりたくって、いろんな芝居の作者部屋へ出入りをし、竹芝宗七の大作ということで、舞台に載った本が五つほどあった。 そのまま順調に行けば、今頃は盾作者になっていたかもしれねえ。それが女のことで、と言いかけたとき、おるいが酒を持って入ってきた。荒起きたの、おるいは房次郎を心配そうに見た。気分は治って、どうやらねと房次郎は起き上がった。少し酒が欲しくなった。おるいは酒を木打ち桜谷の前に置き、急いで房次郎のそばへ来て、 着物と丹前を後ろから着せかけ、結んであった平受けを解いて渡した。もしお酒をあがるんならちょっと待ってね、とおるいが言った。朝から何も食べていらっしゃらないんですもの、粥ができていますから、それを食べてからになさいな。食べ物は嫌だな、まず酒にしよう。だめよ、と言っておるいはふさ郎の肩を打った。もうできてるんだから待って、 好きらのまま飲むとまた苦しむだけよ。すぐですからねと言って、おるいは急ぎ足で出て行った。木内桜谷はニヤニヤしながら、まるで夫婦のようだな、と言った。ふさじろうはその向かうへ座り、片手を出して、その酒好きをもらおうと言った。ダメだね、木内は首を振った。好きっぱらに酒は毒だからな、ご心臓の言う通りだよ。 そんな嫌味は痛くも痒くもねえ、と言ってふさ郎はひょいと目をあげた。忘れていたが、生地の種を金にするとはどういうことだ。考えない方がいい、あんたにはできっこもなし、やらせたくもないこった。けれども俺だって、生きなくっちゃならねえからな、とふさ郎が言った。できたら生地屋としてやって行きてえし、そのために必要なら何でもするつもりなんだ。 おるいが盆を持って入ってき、ふさじろうの膳を出すと、雪ひらと茶碗、梅干しの小皿と箸を並べ、お待ち遠さまと言った。ふさじろうは自分でやるからいいと言ったが、おるいは相手にせず、卵の入った粥を茶碗に取り、ふさじろうに渡した。彼は木内桜谷に、ちょっと待ってくれと言い、箸を取り上げた。粥の匂いを嗅ぐと、にわかに腹が減ってきたのである。 かゆは塩加減も良く、卵も半熟で、こんなにうまいものがあるだろうかと思いながら、ふさじろうは茶碗に2杯食べた。おるいはその様子を楽しげに見ていて、お味が薄かったかしら、と聞いた。わからないな、何しろかゆなんて、覚えてから初めて食べたんでね、とふさじろうは茶碗を置きながら言った。しかしうまかったよ。よかったわ、それだけあがれば大丈夫よ。 おるいは雪平や茶碗を盆に移しながら、その代わりにカントックリと酒好きと、魚の小皿を二つ前へ乗せた。でも気をつけてね、焼けになって、飲みたくもないのに飲んだりしてはダメですよ。俺が叱られてるみてえだな、と木内は首をすくめて言った。おるいが去ると、坊次郎は手弱で酒をいっぱい継ぎ、飲もうとはせずに、さあ聞こう、と緊張した顔つきで言った。 話しても無駄なんだがな、木内は酒をすすっていった。いや、話す方が諦めがつくかもしれねえな、一っちまおう。生地の種を金にするというのはな、古い手だがゆすりなんだ。ゆすりだって、金持ちのうちの内情を暴いて、これこれの生地を瓦版にして売り出すんだが、お宅の名を書かなければならないので、あらかじめお知らせをしに来た、と持ちかけるんだ、と木内は言った。 大棚や貨持ちともなれば、世間に知られたくないような内緒ことが、二つや三つはあるもんだ。金で済むことなら世間に恥をさらすことはねえからな。その記事を買いましょう、ということになるわけさ。房次郎は禅の上から逆を取り、眉をしかめながら煽った。へえ、そういうことかい、へえ、そいつは飛び切りヘチマの木だ。おめえ時々それを言うが、 ヘチマは木にーならねえぜ。どうして、とふさじろが反問した。だってナスの木ってことはみんな言うじゃねえか。どっちでもいいが、ナスは一本立ちだから木と言ってもいいだろう。しかしヘチマは竹とかなんぞに絡みつくつる草だからな、どうこじつけても来たあ言えねえんだ。五。ふさじろは夢の中で、柔らかく、吸いつくような、熱い女のむくろの重みを感じた。 いつかの女だな、と彼はおぼろげに思った。女のムクロは彼を上から覆い、押し付けたり、締め付けたりした。懸命に苦痛を耐えているような女の声を聞きながら、また酔いすぎたんだな、と彼は思った。ムクロの一部に異様な感覚が起こり、その感覚が急に頂点に達したとき、彼は女のかすかな、わけのわからない叫び声を聞き、 自分の全筋肉がバラバラにほぐされるのを感じた。池さん、もう起きないと遅れるわよ、とおるいが言った。もし文化堂へいらっしゃるんならだけれど。行きますよ、うとうとしながらそう言ってから、房次郎は目を覚まして、枕元にいるおるいを見た。ああ、あんたか。あんまり飲んじゃダメだって言ったのに、こんなに飲んでばかりいると今にむくろを壊しちゃうわよ。痛いな、 とふさ郎は言った。けれども、男にはね、死ぬ方がよっぽど楽だって言うときがあるんだよ。女にはそんなときがないとでも思いですか。痛いな、とまたふさ郎は言った。私は世間を覗いたばかりで、自分のことだってよくわからないんだから、と言って彼は照れたような顔つきになった。昨夜べはよっぽど遅かったんですか。覚えていらっしゃらないの。 売子の断平と九兵衛が一緒だったんで、知らないところを引き回されたものだから、いつどうして帰ったか覚えがないんだ。おるいの顔に生めかしい微笑が浮かんだ。売子っていうのはヤクザ仲間の人なんでしょ、とおルイが言った。まさか悪いところなどへ行ったんじゃないでしょうね。そんなことはないさ、ふサジロは顔を背けた。もっとも、寄っていたから、 どんなところを回ったかよくはわからないがね。女がいたんじゃないの、とおるいは探るような口ぶりで聞いた。女の人と浮気をしたんでしょ。顔を洗おう、と言って彼は起き上がった。そう休んでばかりもいられないからな。卵粥がゆができててよ。房次郎はけげんそうな目をした。へえ、どうして。寄った後にはあれがお好きなんでしょ。そんなことを言ったかな。 おっしゃらなくったってわかるわよ、と言っておるいは立った。さあ大きな際、半蔵へお湯を取っておくわ。文化堂の前で、売り子の断片と会った。瓦版をひと重ね左の手に、古センスを右手に持っていた。まんじゅう型の網傘をかぶり、しりっぱ処理をした布この下に、ほっそりした紺の桃引きを履いた足が、いかにもいなせないように見えた。 昨夜は世話になったな、と房次郎が言った。だいぶ散財させたんじゃないのか。なあに、顔なじみの店ばかりでね、と断兵は苦笑いをした。銭なんか使いやしねえ、ある時バラと決まってるんだ。房次郎は財布の中からいくらか出し、足りないだろうが割り前に取っておいてくれ、と言って断兵に渡した。そして断兵が断ろうとするのを遮って、 昨夜はどこで別れたかと聞いた。お宅の前でさ、あんまり寄ってたから送ってったんでさ、と断平が言った。何かあったんですか。厄介をかけてすまなかった、と彼は言った。木地部屋へ上がると、木内桜谷が向かう鉢巻きをし、机に向かって、例の通り酒を飲み飲み、勇ましく筆を走らせていた。房次郎は自分の机の前に座ってから、 財布を出して中を調べてみた。家を出掛けにおるいが、少し入れておいた、と言って渡してくれたものだ。今仕方断兵に少しばかり割り前を払ったとき、かなり多額に入っているようなので、財布を改めると、一部銀が三枚、二種が二つと、線が三十分あった。断兵にやったのが二種だった、とすればほぼ一両か。財布をしまいながら、 房次郎は顔を歪めた。部屋のちんも溜まってるし、こんな金をもらう義理は全くない。すぐに返さなければならないが、手をつけてしまったのだから、このままでは返せないし、当分は返すあてもない。房次郎はすっかり気が重くなった。それに夕べの女だ、いつかの晩と同じ女だと思うが、一体あれはどこの家のどんな女だろう。 よほど断兵に聞こうかと思ったが、どうにも口には出せなかった。桜田康二の家を出れば、そのまま生きた生活に入れると思った。しかしこれまでのところ、世間は彼を拒絶し、押し戻すようにしか思えない。すべてがちぐはぐで、不合理で、いやらしく不潔な面だけしか彼に見せてはくれなかった。産卵ぼったから窮屈で不自由な生活だと思ったが、 1200石の旗本に育った神経には、文化堂などという、最低のカラクリで経営する店や、町人暮らしで触れる物事の一つ一つに、やりきれないほどの抵抗を感じるのであった。さあ、値上げだ。突然、記事を書き飛ばしながら木内が言い出した。月手当の値上げだ。さあさあ、値上げだ、値上げだ。こっちも値上げだ、と隣の八丁から堀市の玄さんの声が聞こえた。 お花は他にいくらもあるんだ、こんな手当てで仕事をするなんてもうまっらだ。その声を聞いて、木内桜谷がにやりとし、肩をすくめるのを房次郎は見た。そうだ値上げだ、と隣の八丁から、今度は絵師の常さんの声が聞こえた。子供の絵本を書いたって、もう少しはマシなせんにならあ。すり師の松山は何も言わず、何かをすっているバレンの、 キュッキュッという音だけが、休みなしに聞こえた。そこへ木原桜水が入ってき、皮肉な笑いを浮かべながら、だいぶ賑やかですねと言って、生地種の紙を木内桜谷の机の上に置いた。辻斬りと、子供が第八車に引き殺された話です、と木原は言った。辻斬りは浅草の二天門街、子供の引き殺されたのは神田の梶町。 子供は三つの女の子だったそうです。たまにはくずだねでねえのを持ってこいよ、木内は筆の手を休めずに言った。そんな記事じゃあいくら売り子がそそっても、河原版は売れやしねえぜ。それを売れるように書くのが、木内さんの腕じゃないのかな、と木原はニヤニヤしながら言った。この夏、中野女郎の真珠はよく売れたそうじゃありませんか、二人とも死んだことになってるが、 女郎の方はまだピンピンしているし、あの河原版のおかげで、体操はやってるそうですからね。よしてくれ、と木内桜谷が言った。そんなことは聞きたくもねえや。筆の力ですよ、木原は軽薄に笑った。木内さんが書けば、どんなにクズだねでも売れること間違いなしさ、しっかり頼みますよ。そしてヘラヘラ笑いながら、木原桜水は出て行った。 大した野郎だと木内は書きながら言ったいい種は金になる方へ持って行き、安いくず種はこっちへ持ってきやあがる、それで実際に書く俺んぞより、ずっと多くちょびひげから召し上げるんだからな。何がおかしいんだ。房次郎は手を振って、いや違うんだ、その話じゃあないんだ、と言った。今桜水が神田寺町といった時、 初めてお前さんに会った時のことを思い出したんだ。沢重のことかい。刺身の金っ家のことじゃねえ。とふさじろうがまた忍び笑いをしながら言った。あの時俺たちの脇に二人の客がいた。その一人がさ、子供が寝召弁をしたので、懲らしめのためにその布団を背負わせて、町内を三遍回って来いと出してやった。俺にも覚えがあるぜ。ところが、 その男の家は亀戸編にあるらしいが、子供は布団を背負ったまま、神田の他町まで行っちまったって言うんだ。子供残ったからな、と木内は書き続けながら言った。好きなところへ行くさ。その後、町内が迷子探しで大騒ぎになったそうだ、と言おうとして、房次郎は急に口をつぐんだ。お前はどうだ、という声が聞こえたのである。 芝の屋敷を飛び出して、こんな癒しい、三文にもならない仕事をしている、お前自身は迷子じゃあないのか。人間はみんな迷子だ。木内桜谷は芝居の雑記作者になろうとしたが、今は河原版のごしらえ記事などを書いて、カツカツに食っている。世間を欺き人を騙すような仕事をしながら、妙房にガミガミ言われ同士で、首を縮めているちょびひげも、原産。 常さん、松やん、そして飲み屋であった名も知らず、顔もよく覚えていない男たちまで、考えてみるとみんな迷子見たような感じだった。よく突き詰めてみると、人間ってものはみんな、自分の行く道を探して、一生迷い歩く迷子なんじゃないだろうか。房次郎はますます心が重くなり、迷子のままで一生を終わったような、親族の誰かれを思い出して、 深く長いため息をついた。どうした、と木内が呼びかけた。また二日良いですか。そんなところだ、木内さんとはどこまで一緒だったんですか。両国広工事の横丁だったな、木内はやはり手を止めずに言った。お前さんは断平と九兵衛に取り巻かれてたから、その後どうしたか、俺は知らないよ、何かあったのかい。房次郎は答えずに、 またため息をついた。六、十二月に入って雪の降る朝、房次郎はいつもより半時も早く、文化堂へ出かけた。子供の自分から、彼は雪の降るのを見ると、家にじっとしていられず、すぐに飛び出して友達を誘い出したり、友達がいなければ一人で、赤坂のため池や、馬場や、山王の森などを歩き回るのが常であった。 しかし下町の雪は積もる後からかき寄せられ、溝へ捨てられてしまい、狭い空地に残っているものも、汚らしく汚れていて、彼が少年の頃知っていた雪景色とは、まるで様子が違っていた。赤坂あたりは今でも綺麗だろうな。そんなことを思いながら文化堂へ行き、店の脇にある階段を登ろうとすると、女中のおかつが急いで寄ってきて、 この間はまたありがとうねと顔を赤くしてどもりながら言った。食べたくない時にやる弁当の例で、この間はサバの味噌煮トイり豆腐とのごま汚しだったけれど、あんなにうまいものを食べたのは生まれて初めてで、食べながら涙が出てしようがなかった。ということを、どもるものに特有の細かい表現で語った。わかったわかった、とふさじろうは遮っていた。 今日のも良ければ食べていいよ、俺は欲しくないからな。そして礼を言われるのを避けるように、二階の木地部屋へ上がって行った。時刻が早いのか、それとも雪のためか、まだすり部屋の方にも人はいなかった。そして彼が自分の机に座ろうとしたとき、裏の座敷で物を投げる音がし、主婦のお袖の木という叫び声が聞こえた。 寄り合いだなんて誰が信用するもんか、とお袖が叫んだ。使徒が知らないと思って、馬鹿にするのもいい加減にしろ。さあ、ゆうべはどこへ泊まってきた、どこのすべたあまと寝てきたんだ、行ってみろ。すまなんだ、泊まってきたりしてほんまにすまん、と文化の言うのが聞こえた。けど、寄り合いは同業の付き合いだし、その後だかて、わて一人付き合いから抜けるちゅうわけにはいかんがな。 もう帰ろ帰ろと思いながら、つい。お袖がまた何か投げつけた。文化は襖を開けて逃げ出し、廊下へひれ伏した。あいにくなことに、女中が掃除したばかりだろう。こっちの生地部屋の障子がまだ開けたままなので、へえつくばった文化の、痩せた小さな、貧相な姿は丸見えだった。この通りや、と文化は廊下へ額をすりつけた。 止まることは付き合いで止まったが、女ごと寝たりなんぞしやへん。それは誰に聞いてみてもわかることや、な。勘忍して、この通りや勘忍して。丘場所みたいなとこへ止まって、お前が女も抱かずに寝る男か。ほんまのことやて、と文化は言い張った。自分でもなぜかいなあと思ったくらいや。お袖がきーっと叫び、また何かを投げた。それは湯飲み茶碗で、 廊下へ叩きつけても割れず、木地部屋まで転げてきた。文化は勘人や勘人やと言いながら、平らつく張ったまま、頭を上げたり額を廊下にすりつけたりした。バッタのようにという表現を絵にしたような感じで、房次郎はどうにも見ているに耐えず、立ち上がって、すり部屋から廊下へで、階段を降りて見せへ行った。そこへ木内桜谷が入ってきたので、 彼は目くばせをし、二階を指さして頭を振った。とにかくトンビへ行こう。房次郎は店の番傘を取って行った。話はトンビへ行ってからにするよ。トンビの店は開いていなかった。二人はまた小網町の、沢茂、へ行った。そこは先導や土産の親方などが寄るので、早くから店を開けているのであった。人間てな面白いもんだな。 話を聞いてから、木内が笑って首を振りながら言った。あのめぎつねは7日ばかり前に、桜水の若造と浮気をしやがった、生地種を持ってきたとき、ちょびひげがいなかったんで、そのまま合引き宿へしけ込んだのさ。合引き宿なんて、初めて聞くな。この裏にいくらもあるさ、江戸中どこへ行ったって不自由なしさ、と言って酒をすすりながら、 木内は顔をくしゃくしゃにして、皮肉に笑った。お前さんは戦国の旗本育ちだからわかる舞がね。ちょびひげはそれを知らないのかい。知ってるさ、と木内は言った。前にも言ったはずだが、夫婦となれば、素振りだけだってそんなことに感づかねえわけがねえ。ちょびひげはちゃんと知ってるんだ。それなら今日なんぞ、どうしてやり返してやらないんだ。金だよ。 坊やん、木内はそのよく動く目をギロッとさせた。ちょびひげはめぎつねの持ってる金を狙ってるし、めぎつねはそれをよく知ってる、つまりお互いに馬鹿し合いをやってるってところさ。ヘドがだそうだな。世間をよく見てみな、みんなお互いに馬鹿し合っているようなもんだぜ。木内桜谷はそう言ってヘラヘラと笑った。房次郎はガクッと肩を落とし、 ため息をついて、こっちにも酒をくれと言った。彼はそれまで光線をすすっていたのだが、酒でも飲まなければどうにもやりきれない気持ちになったのであった。いいのかい、と木内が聞いた。オラー一文なしだぜ。大丈夫。だろう、房次郎は懐を抑えて言った。あの女房の様子じゃ、まだ相当に長引くだろうからな、あんな騒ぎは二度と見たくないよ。そうできればな、 木内はまた皮肉な笑いを漏らした。そうできれば、生きてゆくのに苦労はないさ、しかしもし木地屋になるつもりなら、どんなに癒しい、汚らしいことでも目を背けちゃいけねえ、むしろこっちからぶっつかってゆかなくちゃな。こんなこととは思いもよらなかった。こんなのお妻が酒とつまみ物を持ってき、何が思いもよらないんですか、と聞いた。こっちの話だ、とふさじ郎が言った。 そうだ、タイの刺身を頼む。悪いシャレだ、と木内が言った。ほんと似上がるんですか、とお妻はニヤニヤした。今日はうずらの串焼きのうまいのがあるのよ。刺身だ、と房次郎は手弱で一つ飲みながら言った。金っ家のことは心配するなって言ってくれ。悪いシャレだ、とまた木内が言った。文化堂へ戻ってみると、すり部屋の者も,のもみんな来ていたし、 部屋には木屋桜署が自分の机の前におっとりと座り、房次郎の書いたものをおっとりと読んでいた。房次郎の写し物を読んでいたことはすぐに分かった。房次郎が自分の机の前に座ると、桜署が立ってきて、書いた紙の束ねを静かに机の上に置き、拝見しましたと言った。拝見しましたが、戸桜署はごく上品にった。 これは画文ですが、金き女提金というのは、子守っ子にも読ませようというものですから、もっと俗語で書かなければ売れないと思うんですがね。俗語と画文とどこが違うんですか、とふさ郎が反問した。教えていただきましょう。桜書は入話に微笑ました。あなたが道を歩いてるときとか、飲み屋で聞いたり話したりするときの言葉です。こんなことは言うまでもないでしょうがね。 ふさじろうはカッとなったが、桜署のにこやかに微笑ましているのを見ると、気がくじけて怒鳴り返すこともできなかった。桜署がゆったりと、えしゃくをして出てゆくなり、ふさじろうは机の前に座って、きざな野郎だと、下打ちをした。きっと様々さ、と木内ち田にが言った。桜署は桜署で、やっぱり生きていかなくちゃならねえからな、それに。 今桜署の言ったことは間違っちゃいねえ。お前さんは気を悪くするかもしれねえが、こういう仕事は、もともとまともなものじゃない。世間を騙して売っちまえばいいという代物だ。そのくらいの写し物は二日か三日で片付ける。つまりすぐ保護になるというつもりでやらなければダメなものなんだよ。それが人間の仕事だろうか。それが世間というものさ、木内はにやっと笑った。もう一度言うが、 わかったよ。房次郎は首を振って遮った。沢しげるで初めてあんたに会い、この文化堂へ入れてもらったときに、その覚悟はしていたんだ。けれどもこういう中でだって、少しはまともな仕事ができるんじゃないか。いや、こういう世界でこそ、まともな仕事をしなくちゃいけないんじゃないか、と思ったんだ。世の中はそう甘いもんじゃない、っていうことがわかったわけだ。 悲しいな、と言って、房次郎は両手で顔を押さえた。だんだん自信がなくなってきたけれど、なろうことなら記事屋になるつもりだから、どんなことにもなれることにするよ。危ねえもんだ、と木内が言った。よした方がいいんじゃねえかな。そこへ文化が入ってきた。今桜初藩から聞いたんやけど、とちょびひげをなでながら、文化は房次郎にった。 あんたの写したのんは売り物にならんそうやな、どうでっか。そんなことはありませんよ、と木内が言った。桜所さんには桜所さんの意見があるでしょう。けれども池さんの宮城文鳥の写しも、売り出してみれば長続きがするんじゃないんですか。記事や藩の勘では、売れるか売れないかの判断は無理でっしゃろ。鼻で笑うような口ぶりで文化はいい。 房次郎の机の上から写したものを取り上げた。これ、ちょっと読ましてもらいますせ。な,な、で、えっと、と房次郎は顔を上げた。うずらの叩たたきよ、とおるいが言った。何をそんなに驚くの。ああそうか、と言って彼は頭を振った。いや、なんでもない、この間どこかで、うずらの串焼きができる、って聞いたばかりなんでね。小網町のさは茂っていうお店でしょ。 その話は伺ったわ。ひでえもんだな、そんなことまで喋ったのか。だからあんまり酔っちゃあダメだって言ってるでしょ。飲みたかったらここへ帰ってから上がればいいのに、それなら酔いつぶれたって間違いはないじゃありませんか。禅の上にはあんかけ豆腐とうずらのワととうのものが並んでいた。彼はうずらのワを取って一と口食べ、うまいなと言ったが、あとは食べずに禅へ戻し、 杯の酒をすすった部屋賃をためている上に、返すあてもない小遣いをもらい、こんな地層をぬくぬく食べるなんて、とふさじろうは頭を垂れて、いかにも恥ずかしそうに言った。俺はよっぽどのへちまの気だ、犬にでもなっちまいたくなったよ。私が好きでしているのに、自分を咎めることなんかないじゃないの。それはおばさんの気持ちだよ。 まあ、おばさんはかわいそうよ、と言ってから、おるいは二人の年の差に初めて気づいたと見え、微笑ましながら頷いた。そうね、あなたとは七つも年が違うんだもの、おばさんにそういないわね。そんなつもりじゃあないんだ、ただ呼びようがないもんだから。いいのよ、おるいは美しい顔でまた笑ってみせた。あなたはあんまり細かく気を使いすぎるわ、もっと気を楽に。 自分で死ようになさる方がいいのよ。すまないけれど寝させてもらうよ。房次郎は不安定に立ち上がり、おるいが急いで、ちょっと待ってと言いながら、立って彼を支えた。房次郎はちょっとよろめき、おるいの肩に捕まった。そして自分の部屋まで行く間、さりげなく、肩に捕まった手を滑らせて、おるいの背中を撫でた。ちょっと待って、そのままじゃダメよ。 ひたなりヤグの中へ潜り込もうとするふさじろうを、おルイは抱き止めながら言った。寝巻きがあっためてあるの、とおるいは言った。着替えてから寝てちょうだい。後でね彼はヤグの中へ潜り込んだ。後できっと着替えるよ、きっとだ。あの肩には覚えがある、とふさじろうは呟いた。小さくて柔らかな肩、しなやかで弾力のある背中の手触り。 はじめの夜はおぼろげだったが、二度目の晩にはこの前の女だとすぐにわかった。確かにあの肩、あの背中だった。何をぼやいてるんだ、と木内桜谷が振り向いて言った。まだ二日酔いが治らないのか。祝水にもいろいろあるんでね、房さ郎は写し物を続けながら言った。世間にはこんなにいろいろな穴ぼこがあるとは知らなかったよ。 そうして少しずつ大人になるわけさ。俺はいっそ、野良犬にでも生まれてくればよかったと思うよ。野良犬だって餌をあさるには苦労するぜ。横っ面へ平手打ちを食うようなもんだ、とふさ郎は言った。家出をしてっからこっち、横っ面を割られるようなことばかりだった、うんざりしたよ。そこいらから始まるんだな、苦みや甘みや辛みを、 一つ一つ味わいながらな、と木内は言った。あんたは敷居をまたいだのさ。敷居だって、大人の風に当たったということさ、と言って木内桜谷は声を出さずに笑った。ふさやんは奥手だよ。お前さんの敷居や風がどんな風だったかは知らない、とふさ次郎は言った。けれども俺のまたいだ敷居や、初めて吹かれた風は、お前さんのものとは違うよ。 みんなそう思うらしい。木内は書き物を続けながら言った。人間ってやつは誰しも、初めての経験は自分だけのものだとね。そうしてだんだん驚かなくなるんだな、とふさ郎は言った。そして、ああ綺麗だとか、哀れだとか、悲しい、痛ましいと感じることもなくなるんだろう。考えただけでもゾッとするよ。まだ自分の知らないことを考えると、 恐ろしいような、いやらしいような、汚らしいように感じるものさ、と木内が言った。そのくせ、そういう未知の物事に触れてみたがるのが人間っていうやつさ。口で言う分には、地面から天まで説明することができるさ、と房さ郎が言った。他人のやけどは痛かわねえと言うからな。そして痛いことが起こった。その夕方、ちょびひげがジ部屋へ入ってきて、 木内桜谷とふさ次郎に小さな紙包みを渡し、明日から着なくていいと言った。これはわずかやけど、ワイの志や、と文化はちょびひげをなでながら言った。悪う思わんととっといてや。私の写し物はどうなるんです、とふさ次郎が言おうとしたとき、木内が机の前から飛び上がるように座り直し、ちょびひげに向かっていくびもお辞儀をした。西川先生この通りです。 と木内桜田には言った。それだけは待ってください。私はこれまでも随分書いてきたつもりですが、これからはもっと書きます。桜所さんや桜水さんの分も書きますし、和印も月に2冊や3冊は書きます。木内はまたお辞儀をした。毎月の手当も減らしてもらっていいです。おっしゃることは何でもいたしますから。およしなさい、木内さん。と房次郎が言う前に。 ちょびひげがにたにた笑って、それはどこかよそへ持ち込むんだな、と言った。木内さん、とふさ郎が呼びかけた。お願いです西川さん、と木内はまた三度お辞儀をした。どうか今すぐにそうはしないでください。せめてあと半年でも待ってください。そうすれば私がきっとお役に立つ、ということがわかると思います。沖縄れ、とちょびひげを撫でながら文化が行った。 なんぼ言うたかて決めたことは決めたこっちゃ、ここで無駄な口を聞くより、もっと月手当を多く出してくれるとこを探して、ねっちりうまいこと言わはるがええと思い漫画な。木内桜谷は黙り、両手をつき頭を垂れた。いつか木内や、すり部屋の二人が、手当の値上げだと叫んだ。そして夫婦喧嘩で、文化は廊下へ飛び出し、 平蜘蛛のように頭をすりつけて謝るのを、この俺に見られた。それらの仕返しをしようと言うんだな、と房さ郎は思った。その時、ちょびひげが房次郎に振り向き、歯を見せて皮肉に笑った。房やんには手当もろくに出さなんで、ほんますまなんだな、と文化は言った。悪う思わんといてや。房次郎の我慢はそこで切れた。彼は立ち上がるなり、 自分より五寸も低い文化の襟を左手で掴み、右手で頬へ平手打ちをくれた。手当はこっちからくれてやる、とふさ次郎はまた平手打ちをくれた。貴様を人間だと思ったら、こんなことで済ませやしないんだぞ、よく覚えておけ。彼は文化を突き放した。文化はよろけていって、小直ごと廊下へ仰向けに倒れた。その途端に木内桜谷が跳ね起き、 いきなりちょびひげに馬乗りになって、片手で襟をつかみ、片手で相手の頬を撫でるように殴った。この野郎、人を馬鹿にするな、と木内は怒鳴った。人を馬鹿にするな、この野郎、このちょびひげ野郎、人をなんだと思ってるんだ。本当に怒った時には、人間には思うような答えがつけないものだ、と房次郎は自分のことを込めて悲しく思い、 木内桜谷の肩を叩いて、もういいよ、帰ろうと言った。そこへ開花から、めぎつねのお袖が駆け上がってき、ジョビヒゲが組み伏せられているのを見るなり、サカーしたようにキーッと叫んだ。泥棒や、人殺しや、闘争では足踏みをしながらわめいた。誰か来てください、泥棒ですよ、人殺しですよ。そして、木内桜谷にむしゃぶりつこうとした。 房次郎はそれを突き飛ばし、木内の肩を掴んで文化から引き剥がした。すり部屋はしんとしていて、人の声も聞こえず物音もしなかった。お袖は仰向けにひっくり返り、年に似合わぬ真っ赤な下の者と、焦げ茶色の足が言いようもなく醜悪に房次郎の目に映った。行きましょう木内さん。彼は木内を抱き起こしながら言った。 何も持ってゆくものはないんでしょう。人殺しや、泥棒や、闘争では足をバタバタさせながらおめき続けていた。誰ぞ来て、誰か番所へ届けて、房次郎は木内桜谷を抱えるようにして階段を降りた。めぎつねはまだわめていたが、下へ降りると女中のおかつが、二人の草履を揃えて待ってい、何か慰めを言いたそうであったが、どもりであるため、 ただ顔を赤くし、意味不明な声を出すばかりであった。お前も早くこんなうちは出ちまうがいいぜ、と房次郎はおかつに言った。奉公する気なら、もう少しマシなところがあるだろう、こんなうちにいると骨までしゃぶられるぜ。店の外へ出たとき、後ろでおかつの、ありがとうよ、とどもりながら言う声が聞こえた。野茂や木内さん、と彼は大きな声で言った。 こんな汚れた銭なんか持ってるのも恥ずかしい。みんな飲んじまおうぜ。そうだ、みんな飲んじまおう。あまり元気な調子ではなく、木内も言った。今日は川向こうへ行こうぜ。八、どういう気持ちだかわからねえ。わからねえことはねえさ、と木内が言った。おめえに惚れてるからよ。嫌なことを言いなさんな。そうでなくって、着物をこしらえてくれたり、 小遣いを貢いだりする道理があるかい。だって相手は七つも年上だぜ。もったいないことを言うなよ。木内は湯飲み茶碗の酒をすすった。あれだけの器量よしは千人に一人とはいねえぜ。それに、色恋に年なんか問題じゃねえさ。あら、羨ましいような話じゃないの、と酒を持ってきた女が言った。もっと詳しく聞かせてよ。余計な口出しをするな。 と言ってふさ郎は女の顔を見、狭い部屋の中を見回した。ここは一体どこだ空使いね、女はふさ郎の肩を叩いた。ちゃんと知ってるくせに、はいよ尺。門前仲町だよ、と木内が言って、女に手を振った。尺はいいから二人にしてくれ。何よ、この死と女は木内にかじりついた。今あちしをくどいたばかりじゃないの。 うるせえ、俺にゃあちゃんと女房がいるんだ。おかみさんを持ってるのはあんた一人じゃないよ。何さ、女は木内をもっと強く抱きしめた。みさんも持たないような男は、一緒に寝たって面白みはありゃしない。ねえ、あっちへ行こうよ。俺は帰るぜ、と房さ郎が言った。なんだか悲しくなってきちゃった。でよう、と木内が言った。感情をしてくれ。感情はこっちだ。 と房二郎が言っただめだよ、女は木内を押し倒した。私を口説いといて、何さ、と女は木内の上に馬乗りになった。今夜は寝かさないからね、帰るなんて立たってきしやしないよ。そして女は木内の頬に吸いついた。悲しいな、生きるということはこんなに悲しいものなんだな。その店を出て、歩きながら房次郎はそう思った。 女は木内を心から言いているようではなかった。けれども、しがみついたり、抱きしめたり、頬に吸いついたりする仕草には、単に商売だけでない何かがあった。迷子だな、あの女も迷子だ、何か自分の生きるすべを探している迷子だ。房次郎は声を上げて泣きたいような衝動に駆られた。あのちょびひげの、ボケなす野郎、と木内が言った。 ぶち殺してやればよかった。木内さんは十分にやったよ、とふさ次郎は言った。あんな人間は、一寸刻みにしたって痛いとはしや足ねえ。あれで十分だ、あれ以上やればこっちの手に縄がかかるだけで、相手はへともしたうや足ねえさ。逆だな、と木内が言った。世の中はいつでもそうだ、今夜は飲みやかそう。おい、酒をどんどん持ってこい。 その店がどこだか、ふ次郎にはわからなかった。凍るような川風に吹かれ、菓子を歩いた覚えがあるので、両国広小路か、その裏のどこかの横丁の飲み屋らしい。門前中町で3軒ほど飲んだろうか、川をこっちへ渡ってからも2軒か3軒はしごをしたようである。そして西川文化を草し、すり部屋の連中が味方をしなかったことを草し、 おではメギツネであるより、むしろ女狼であり、騎女であると決めつけ、世の中全体を罵ったりした。木内さんはさっき、女房持ちだって言ったようだな、と房さ次郎が聞いた。ああ、門前仲町の飲み屋でだ、ほんとかい。それが問題さ。寒い風が吹いていて、灯し火の見えない街を、二人はもつれ合うように歩いていた。 女房持ちにどんな問題がある、とふさ郎が言った。あの飲み屋の女も言ってたが、女房を持ってるのはあんただけじゃねえだろう。ほら、このまま、どっか遠いところ平地名店だ、と木内が言った。お前さんも家へ帰る方がいい、所詮真っ当にやっていける世界じゃあねえ。ってことも分かったろう。なんとか詫びを入れてくれる親類があるんじゃねえのか。 ねえこたあねえさ、小畑本へ向こうに行った叔父が本所にいるよ、と房次郎が言った。本所の愛生町で、土屋って言うんだがね。その人に頼んで、桜田工事へ帰るんだな、それが一番だよ。そんなとこへ腰掛けちゃダメだ、木内さんの家はもうすぐそこだぜ。木内桜田には道端の小材木に腰を掛け、 低く垂れた頭を、ぐらぐらと力なく左右に振りながら言った。オラーうちへは帰れねえんだ。馬鹿なことを言いなさんな。今日、私はちょびひげの前で四つんばいになった、池さんはさぞ軽蔑したこったろう。人間のクズ、いやしい野郎だと思ったことだろう。房次郎は何も言わなかった。けれどもな、池さん、と木内は頭を垂れたまま続けていった。 あの時もし、ちょびひげにちんちんをしろと言われたら、おらあ犬のようにちんちんでもおまわりでもするつもりだったんだ。どういうことだい、それは。女房を呼んだんだ、と木内は言った。西川の奴が来月から手当を増してくれると言うんで、箱根から女房を呼んだんだ。房次郎は腕組みをした。寒い夜風が吹き渡り、腰掛けている木内桜谷の着物の裾がまくれて、 痩せた細いすねのあらわになるのが、暗がりの中で、寒々と見えた。いつか話したと思う、と木内は続けていった。私は芝居の雑記作者になるつもりだった、大作ということで板に載った台本もいくつかある。だがそのうちに、ある芝居小屋の、頭取の神さんとできてしまい、それがばれて、芝居の世界から追い出されちまった。もううちはそこですよ。 家へ行ってから聞きましょう。こんなところでぐずぐずしていると本当に風邪をひきますぜ。俺たちは苦労した、いや、苦労したのはお種の方だろう。木内はうつむいて両手で顔を押さえながら言った。芝居の世界から締め出されたのは、俺にとって羽をむしられた鳥のようなもんだ。できると思うことは何でもやってみたが、結局はケチな筆で生きるよりしようがなかった。 文化堂へ転げ込んだのは3年前だが、ボロ長屋のタナチを払って、一人がやっと食えるほどの手当にしかならず、お種は自分から進んで、箱根の当時宿へ女中暴行に行ってくれたんだ。それにしては、戸房次郎が言った。記事を書きながら、随分ケーキよく飲んでいたな。神さんから仕送りが来ていたのさ。それで箱根か。当時場は金になるからな。 と言って木内はまたた頭を垂れた金になるか、どんな気持ちで3年、箱根の山の中で苦労したことだろう。まさか泣き出すんじゃあないだろうな、房次郎はからかうように言い、木内の腕を取って無理やりに立たせた。もう一度またぎで長屋の木戸だ、さあ、帰りましょう。それがダメなんだ。何がダメなんだ、お前さんのうちじゃないか。 女房が来ているんだよ。木内は力の抜けたような声で言った。ちょびひげがつき手当てをあげると言った。それだけあれば夫婦二人の暮らしは立つと思ったんで、箱根から呼び戻したんだ。おとつい返事があって、今日の夕方にはこっちへついているはずなんだ。ちょびひげの前にひらつく肺、恥も外分もなく泣き言を並べた木内桜谷の姿が、ふ次郎には改めて痛ましく。 思い出された。大丈夫だよ、と彼は言った。夫婦の中じゃないか、それに箱根まで行って稼いで、あんたに貢ぐほどの人だ、事情をよく話せば分かってくれるさ。そういう女房だからこそ、余計顔が合わせられないんだ。一緒に来てくれるか。房次郎はドギマギし、俺がか、と反問し、すぐに頷いた。 いいよ、俺でよければ一緒に行こう。すまねえな、恩に切るぜ。木内桜谷はよろめき、房次郎の肩にもたれかかった。彼は木内を抱えるようにして歩き、その長屋の木戸口まで行った。金棒をつきながら夜回りが通り、どこかでけたたましく犬が吠えていた。木戸葉開いていて、長屋の両側がぼんやりと見えた。 どの家も灯火を消して暗いのに、一軒だけ障子にひっそりと灯火を映しているのが見えた。一度止まっただけであるが、それは木内桜谷の住居に相違なかった。房次郎にはその安闘の脇に小さな風呂敷包みを置いて、しょんぼり座っている女の姿が見えるように思い、ぞっとして桜谷を木戸口に寄りかからせると、また会おうと言い残して、 そこから逃げ出した。あれも人間の生活なんだな。後ろから呼びかける木内の声を打ち消すように、彼は歩きながら声に出して呟いた。ヘチマは木にはならねえ、か、悲願で考えると、俺のことを言われたみたいようだな。彼は風の寒さに身震いをした。文化堂の夫婦、土森の女中、小船町のおるい、すり部屋の三人。 その他もろもろの人間や形物が、今は不思議なほど自分から遠くなり、別の世界のように感じられるのであった。友達の中には、気軽に町人暮らしに慣れてゆくものもあった、とふさじろうはつぶやいた。しかし俺はダメらしい。俺はそういう性質には生まれついてこなかったらしい。しょうがない、本所の叔父のところへ行こう。彼は前鏡になり、足を速めて、 暗い街を大川の方へ曲がっていった。底本。山本周五郎全集第16巻サブおごそかな渇き、新潮社。1981、昭和56、年12月25日発行。初出。小説新庁新潮社。1966、昭和41、年3月号。ムクロ、と、体。 ともしび、と、ひ、かなっけ、と、かなっけ、しと、と、しと、の混在は、そこ本通りです。入力、特定非営利活動法人春風。厚生、北川松二2021年4月27日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p s w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。